手作りの味わいだったり、その泡をうまく活用して、から流氷に見立てて、氷に見立てたりとか、その網走の自然がモチーフになっているものが多いので、郡司昇です。流氷ガラス館の工房長をやっていまして、ガラス職人です。流氷ガラス館は2010年にオープンして、流氷をなくさないためにっていうのを掲げてやってる工房なので、名前だけでも残したいっていうところで、流氷ガラス館っていう名前にしました。小さい頃から見てきた綺麗なものっていうのが、こうやっぱりキラキラしてた水、それがなんかこうガラスにすごくこうマッチしていって、ガラスやってみたいなっていう気持ちになったんですよね。ガラス職人を目指した郡司さんでしたが、大きな問題が。ガラスを始めて1年目の時に、ガラス工芸ってものすごい燃料をたかないとできないのに、綺麗なものを作りたいって思ってるって、すごい矛盾を感じたんですよね。郡司さんは独学で溶解炉を研究し、効率のいい電気溶解炉を導入。日本全国でもその電気の溶解炉を使っているところって少なかったです。ほとんどなかったぐらい。それで使っているガラスの原料自体が蛍光灯のリサイクルのガラスを使ってまして、北見市のリサイクル工場でガラス工芸用に処理された原料エコペリカ。ガラスの原料っていうのが結局海外からの輸入に頼ってるんですよね。うちは100キロしか離れてない場所から、もうガラスになったものを運んできて柔らかくするだけなので、大幅に CO2 削減できるんですよね。夏の電力逼迫時には仕事を調整し、溶解炉を止める取り組みも。みんなで協力して電力を下げて、で違うところにこう慣らして使っていくようなやり方ができればいいなと思って2年前から始めたんですけど、みんながこうだからっていうのはもうぶち壊そうと思って、やれるところからまずは始める。温暖化ってもう地球規模すぎて、自分一人が何かやってもっていう気持ちになってやめちゃう人って多分多いと思うんですよね。でも誰かが始めないと、そのどうにもならなく止まらなくて、ちょっとしたことでもいいからスタートしてほしいですね。この美しい流氷を次の世代に。僕らにとってはこの流氷がその環境のバロメーター、この地域に住んでいる人にとってはバロメーターですけど、いろんな地域の人、それぞれの人が多分その地域の環境のバロメーターを持っていると思うんですよね。全ての人が自分ごとにしてほしいなっていう思いますね。私たちはオホーツク流氷トラスト運動を推進しています。